カタリナ・バルーンシュシュニャルは、クロアチアのバレーボール選手。ポジションは、オポジット、アウトサイドヒッター。元クロアチア代表。2002年より、クロアチアリーグのマラドスト・ザグレブでプレーし、2003から04シーズンから2連覇を果たした。2004年、クロアチア代表に初選出される。翌年に、地元で開催された欧州選手権に出場した。2006から07シーズンは、 イタリアの強豪ベルガモンに移籍し、欧州チャンピオンズリーグで優勝した。2008年にルーマニアリーグのシエスメタル語りに移籍し優勝。2010年イタリアリーグのセリエ A1 に戻り、ノバーラでリーグ優勝に貢献、ベストスコアラーを獲得したが、プレーオフで膝を怪我し半年間治療に、1 0年2014から15シーズンには所属のノバーラがイタリアカップ優勝。個人では、 カップ MVP を獲得した。2015から16シーズンは、ベルガモに移籍し再び、イタリアカップ優勝に貢献した。2016から17は、ノバーラに戻りセリエ A1 で、優勝、個人では、リーグ MVP を獲得。2017から18はセリエ A1 のリバー、チーム名、竜女ノードマッカーニカモデナでプレー。 チームは6位となった2018年10月、V リーグディビジョン1の埼玉アゲオメディックスに移籍した。2019から2020シーズンは、リーグでアタック決定率5位、チームにとって2度目の3位という結果に貢献した。ありがとうございます。